3、2、1。皆さんこんにちは。元気がないのでもう一度。皆さんこんにちは。こんにちは。ケミオです。テルマです。ナタリーナちゃんです。バスガイドの休日、丸山レイピョンです。はい、お願いします。過ごすぞ。来ました、ベルガさんです。ベルガさんって なんなんですかね。キャンプ場です。バーベキューとかしちゃいます。やばーばー、よろしくお願いいたします。まずニジマス、つかみ取りがあります。ニジマスって、はい、これ生きてますか？動いてる。動いてますよ。動いた。いけぽんじゃしない。じゃあ素足で行きます。冷たいですよ。でも行っちゃおう行っちゃおう。しないです。大丈夫ですか？はい、地元は町田屋、町田屋でファンタスティック。おはよう、みんな。結構素早く、おめっちゃ逃げてんだけど。危ない。足触った。難しいですね。逃げたね。これ結構一痛い。もうその下り 3時間前にやったから。なんか動物の森みたい。ピチョンジョニジマスを吸った。ジョじゃあ引っ張って引っ張って、これ隙間からやられたらもう終わり。沈めておきた。ねえ、落としちゃダメですよ。オーディエンスにならんといて。ダメ。ちょっと僕両手で。あんたほんまにお家に返しません。私は何のローション使ってんのかってぐらいすごい潤ってんだけど肌。痛いよ。がいた夏はどこ。来たよ。目の中。何のローション使ってんのかってぐらいすごい潤ってんだけど。2匹ゲットです。カメラさん一瞬で私が、ね、それ逃したらマジでぶっ飛ばす。3、2、あった。何のローション使ってんのかってぐらいすごい潤ってんだけど肌。あった。ねえ、嘘でしょ。ゼロですもん。無理だよ。来た。イエーイ。いった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 。よし、息がいいしね。すごい。何のローション使ってんの。こんにちは。超ソフトだよ。有名って言った今。有名って言った。宣伝上手やねん。かわいいの。なんであんなジャンプするの。こんなかわいい泳ぎ初めて見た。かわいい。どうしよう、なんでそんなかわいい。何のローション使って。実は南アルプスの天然水がかき氷を作っちゃいました。白州工場で作られてるね。ここでしか食べれないんですか。多分3カ所、4カ所ぐらいしかないですね。4カ所ぐらいしかない。ああ、決めたよ。これは見たことない。かわいい。こういうふわふわ。うまい。おいしい。ミルクが真ん中かい。でも、うそ。はい。はい、スポンサーがサントリーさんなんですね、うん、サントリー、サントリー、サントリー言いまくればいいですか。そうです。わかりました。さすがサントリー。ありがとうございました。はい、ということでキャンプ場にやってきます、これさっき、これさっきの作ったやつ。レインボーじゃねえやん。焼きにくいと思うからトング持ってきました。これ炭火を。あ、はい、あのボケです。ちょっと挑戦してみたくて。お肉マジ焼けるの秒だよ。大自然でこのバーベキューは気持ちいい。あんたはほんまよう働く女や。おかんにそんなこと言われたらうち泣いてしまいます。あんたがうちの息子と結婚してくれたらええのになってずっと思っててん。そんなん言われてもうちはそんな自信ありません。料理しかできませんもん。その後もう日本で一人暮らししたから。いやー、ケムシが上から落ちてきてお皿に落ちたんですけど。iPhone の絵文字みたいになっちゃうから。もう手上げ、手上げ、手上げ。どうもお疲れ様でした。乾杯。おお。やば見え。誰だケミオにこれを与えたの。似合う。かっけえ俺。めっちゃ似合う。Let's kill this love。あ、評価がちょうどいい。うまーい。あー、下がった。踊ってる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 と
か関係ねえし、もうでも踊ってましたよ、俺もう死にそうだったくせに、みんなただ見てただけ。 Welcome to Jurassic Park。 うちらの方がでかいから、うちらの方がでかいから。 Welcome to Jurassic Park。 で、このシーンじゃないやつもここにいたじゃん、踊ったじゃん。面白かったね。面白くねえわ。え、なんでそんな出会った時から口悪いの？ごめん。ボンバーヤ。おお。すごい。ボンバーヤ。それでは本日の。わあ。見て。私がねこれ入れ始めた時ね、スタッフさんがね、おいこいつどこまでバカなんだよみたいな感じで見てきたんですけど、でも実際ほらこんなにできちゃった。成功したね。びっくりドンキー。なんとりゃ。ボンバーヤ。でも東京ってやっぱ毎日スピード秒じゃないですか、すごい勢いで進むじゃないですか。なんかあるんですか、ご自身のストレス発散法ではないですけど。けど私何もしないかな、なんか頑張らない。わあ忘れられるとか、何してるんだろう、みんな働いてるの私だけ取り残されてるみたいなさ、感情になってたけど、ずっと働いてて全然止まらないとなんか頭おかしくなりそう。見失ってしまうことは多いかもですね、そういう感じだと、ね、そう、なんか大事なことをなんか忘れちゃう気がする、うん、忙しすぎると。そう、まぐるしいもんね。全然、全然私楽しんでます。で疲れたって思わなければ疲れないですね、うんうん、なんか、はい、うんうん、そういう感じ、シンプルに、はい、ケミオと一緒、私のテーマ楽しいみたいな、楽しいか楽しくないかみたいな、なんかなるようになるじゃん、だっていい時もあれば悪い時もあるし、うん、どっちも楽しいみたいな、うん、思うようにしてる。楽しいよ、思う以上に。その後ということで、こちらのキャンプ場ベルガさんはほぼ世界遺産でございます。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。お気持ちはいかがでしょうか。最高です。あ、次の、世界遺産候補地へレッツゴー。次回勝手に世界遺産委員会は前編フル CG の学園ドラマ、やってきた謎の転校生ロン・モンロー、彼女が知っている学園の秘密とは一体。